皆さんこんにちは。今回はみんなの憧れポルシェでサーキット走行を楽しめるドイツのポルシェエクスペリエンスセンターライプツィヒに訪れます。工場見学とミュージアムも楽しむことができるポルシェファンの聖地です。早速一緒にその魅力を体感していきましょう。今回予約した内容は3時間コースでサーキット走行、工場見学、ミュージアム見学が含まれています。最初はサーキット走行です。このサーキットは全長 3.7km、 世界の有名なコーナーが集結したコースです。当日は黄色のラインのコースを走行しました。安全に関する講義の後、心の準備も追いつかないまま早速車の元へ。今回の予約した車はこちら 911 カレラ S。 水平対向6気筒3リットルツインターボ、最大出力450馬力もあります。急ぎセットアップを完了させ、いざサーキットへ。運転中、先頭を走るインストラクターからは無線で具体的な指示が飛びます。最初は運転の感覚に慣れる時間、そしてその次はフルブレーキの練習へ。普段フルブレーキをかけることないので新たな経験です。そして制動距離の短さには本当に驚きました。続いては先導車がリードラインやブレーキポイントを示してくれるので、私たちはその後ろを追いかける形で走行します。運転中、ノーマルモードからスポーツモード、さらにはスポーツプラスモードへと自由にモードを切り替えることができます。特にスポーツプラスモードに切り替えるとエンジンの回転数が即座に高まり、スロットルの反応やシフトチェンジの速さが一変。これは初心者でもはっきりとその違いを実感できることでした。私の場合、最高速度は約時速 210km ほど出ました。しかし減速ポイントが完全に把握できないため、時折ヒヤヒヤする瞬間がもありました。またスタビライザーが非常に優れていて、簡単にスピンしないのも素晴らしいポイントです。そしてフルブレーキで減速するとき、ちょっとふわっとした感じで本当に止まれるのかと不安になる瞬間もありました。今回はダッシュボードの映像を撮影することはできませんでしたが、幸いなことに一部の音声はキャッチすることができました。インストラクターの指示を含む生々しいサーキットの音をぜひお楽しみください。さて、45分のサーキット走行があっという間に終了しました。一度もスピンすることなく安全かつ楽しく走行できたのは、ポルシェの高い技術力を感じさせてくれました。ちなみに私たちが選んだコース以外にも、プロの選手が運転する車に同乗できるプランもあるとのこと。興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。次に工場見学の時間です。残念ながらここでは撮影は禁止されているため、詳細については画面右上もしくは概要欄に記載の YouTube 動画でご覧ください。実際の作業の様子を間近で見ることはなかなか得られない経験なので、本当に楽しいですよ。最後に併設のミュージアムを訪問します。ガイドの方が展示されている車を1台ずつ非常に丁寧に説明してくれます。ここではポルシェの歴史やライプツィヒ工場の歴史について学べます。
ちなみにライプツィヒ工場では現在マカウンやパナメーラが生産されています。こちらは1950年代製造の356スピードスター、軽量でオープントップが特徴です。こちらは 911E、 E はドイツ語でインジェクションを意味し、当時最新技術の機械式燃料噴射システムを搭載していました。続いて 911S2.7 クーペ、2.7 リットルエンジンで通常モデルより馬力が高いことが特徴的です。続いて911ターボ964ターボチャージャー付きモデルです。コンバーチブル式もありました。続いて911タルガ、通常のクーペとコンバーチブルの中間でリムーバブルなハードトップまたはソフトトップセクションと固定されたリアウィンドウとバーが特徴です。カレラ GT 1270台限定生産で、重気筒の自然吸気エンジン、カーボンファイバー製のモノコックシャーシ特徴としています。最高速度は約時速 330km で、0から100の加速時間は約 3.9 秒です。ここからはレーシングカーの紹介です。まず 908KH、 1960年代後半に製造され、ルマン24時間レースにも参加しました。こちらは 917KH、数々の耐久レースで優勝したことで有名です。こちらはダワー962レマンズ、ドイツの自動車メーカーダワーレーシングとポルシェの間で協力して開発されたスポーツカーです。続いて RS スパイバー、数々の耐久レースで活躍しました。こちらは 911GT3R ハイブリッド、キネティックエナジーリカバリーシステムパーズを搭載したレーシングカーです。その技術を活用した919ハイブリッド、ルマン24時間レースで2015年から3年連続優勝を果たしました。その他エンジンのカットモデルも展示されていました。間近で見るとその複雑な構造にただただ時間を忘れて見入ってしまいますね。アクセス方法はライプツィヒ駅近く、ライプツィヒバレン駅で下車、写真の出口の先にバス停があります。バス停の位置は Google マップと異なるので注意ください。ここからバス91番でポルシェとは1に10分で着きます。いかがでしたか？今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。